なんか前髪が長くて、結構長いもん、このぐらい。普通に私に支障が出てる、長すぎて。でもまだ切りたくなくて、あんまり。なんか一回バッて伸ばしてから切りたいんだよね。なんかあと前髪が浮いてる今なんか。ちょっと巻くか。あ、やべ、巻きすぎた。ええ、配信だと分かんない。あ、ちょっと失敗。もういいや、後ででいいや、後でやり直そう。前髪はあ、でもちょっと視界が良好。なんか何こっち言っちゃったんだ。この君たちはこっちや。はいはい、昼ご飯食べてない。なんかさ、こっちに行っちゃうんだよね、悲しい。でもね、本格的に切るしかもうなくなってきてるんだよね、前髪長すぎて。今日はお出かけします。もうこれでっか、帽子かぶればいいや。どうせ今日はお出かけするから、ちょっとアイロンをしたい。伸びまくりちゃん前髪。もうね、前髪短い方がね、なんやかんや楽なんだよね。巻かなくていいし、アイロンさって通したら終わりだ。じゃあ前髪、なんか熱が弱い気がする。160度なのに。腰が、腰っていうか背中が疲れた。なんか前髪ってね、分けて巻いちゃうとダメなんだよ。
まあ、いや、後でやり直そう。前髪焼きちゃったことある？もう現在じゃない？焼いてるじゃん。もう ほぼ焼いてるこれ。で、その炎がボワッとかはないかな。うん、そう。炎がボワッとかはないけど。寒いからにゃんこをできましょうって。ことよね。焦がしたこと、なんか私あれなら焦がしたことある。髪の毛、白髪を、なんか髪を、なんか今は IH だからいいんだけど。そう、前はね普通にガスコンロだったの。キッチンがガスコンロで、その時に髪を結ばずになんか料理とかしちゃって、そう、そしたら普通に焦げちゃったし、パジャマも焦げてた。でも前髪切ろうかな。なんでさ、こっちに行っちゃうんだろう、毛流れが。なんか私はまっすぐ、まっすぐ私しなきゃ。ほら、こっちに行っちゃう、こっちに見た。だからさ、私の前髪ってそうなのに、全部こっちに行っちゃう。だから前髪巻きたくないのさ。うん、あ、だってね、私の眉ってここで分けたらね綺麗になりそう。でも分けたくないから別に。そう、右、そう、左、みんなから見たら右だけど。つむじ？前髪重要じゃん。ストッパー、もうね、そういう問題じゃないんだ。これは毛流れの問題。ストッパーでもね、そういうの変えられないんだよね多分。カメラ部にビューティープラスがいいらしいって聞いてくれたらしい。最近は私2つ使ってるビューティープラスとユーライクを2つ使って、気分で。だんだんだん、こんにちは。前髪いつ切ろうかな。でも学校行くからさ、明日は切らないと。私こんな前髪で学校行けない。
じゃあ今日切ろう。あ、今から切ろうかな、なんなら。なんなら今日切っちゃえばいい。今、後で最新終わったら。なんかどうにかできないかな、これ前髪。試行錯誤。とりあえずまっすぐにしてみて。まっすぐまっすぐ。何も見えない。長すぎて。はいはいはい。あ、でもこれさ、まっすぐしてもさ、もうさこうなっちゃう。もう巻きのあれが。もうこんなに長いのよね、今。何も見えん、前が。でもね、もうちょっと切ってから、伸ばしてから切りたかったの。とりあえずこうやって。ほら、前が見えない。これね、どうしたらいいかな。ちょっと前とこう邪魔すぎるから、これはね、やっぱ邪魔やから巻くべき。あ、疲れた。なんか急に疲れてきた。前髪って疲れるんだよね、私的に。前髪は疲れる対象。なんか前髪うまくいかないとさ、ちょっとええってなるじゃん。はいはいはい。ここも前髪もっと短く巻いてみよう。558。
忘れてたって。558のためにわざわざケーキをね買ってくれようとしてたらしい。まあ、夜するか私また多分。今日は多分夜はする。9時までできるから、ね、だいぶね。でもあともう少しでさ10時までできる。さすがにさもう何公園とかじゃない限り10時になっても帰9時になっても家に着いてないとかって多分ねないんだよね。10時。そういうのは多分する普通に。夜ね。やっぱ今ヒートテック着てない。今日さ寒いらしいね。なんかさメールメンバーのメール見るとさなんか寒くてみたいなめっちゃみんな言ってた気がした。朝58待ってよ夜は今何時だ。今は半だから32分だから32分ってことは全然できなんなら7時ぐらいから配信するかも。でも8時には8時にしようかな。なんか適当にやるんで。まあ早くて7時で8時までにはするかな。どうなんだ。はあ、眠った。昼ごはん食べないと。今日はコーンフレーク食べただけ。まだコーンフレーク食べただけ。いや待って、これもう15分になってるよね。私はうん、8時15分なってるから別に夜は、まあ、一応夜できなかったんだけど保険の配信ってことでね。じゃあ終わろう。一回終わろう。で前髪切ろう。これ15分経過してるからもう OK 終わります。13位ちゃんとくさんありがとうございます。12位古川さんありがとうございます。11位ヨハンさんありがとうございます。10位ソウシさんありがとうございます。9位西健さんありがとうございます。8位ダイさんありがとうございます。7位サラさんありがとうございます。6位ゲントルさんありがとうございます。
5位サリナンさんありがとうございます。4位ただの魚さんありがとうございます。3位ワンタンメンさんありがとうございます。2位あおいちゃんさんありがとうございます。1位もぎりんさんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた夜、これは保険の配信だから、でも夜はしますよ多分ね。